小桜は日本海軍の砲艇。正式には雑役船中の交通船に分類された。同系艇、白梅。1932年に誕生した満州国は海軍を設立し、松花井と黒竜江の警備用に、播磨造船所に4隻の砲艇を注文。播磨造船所は、ハルピンにドックを持った工場を開設して、日本で建造した船を現地で組み立てた。一方日本海軍は1933年になり、中満海軍部を新京に、臨時海軍防備隊をハルピンに発足させ、満州国海軍の指導と同方面の警備を行った。そのため日本海軍も播磨造船所に砲艇を2隻、注文、建造された。播磨造船所の建造番号は217と218で、両船とも1935年8月25日にハルピンで竣工した。船種、船名、所属は同年11月26日に船種、交通船、船名、小桜、白梅、所属、呉海軍工務部、供用先、臨時海軍防備隊と定められた。竣工後の2隻は同方面の警備に従事していたようである。1938年になり、日本海軍は同方面から撤退し、臨時海軍防備隊も廃止となった。その後の2隻の動静は不明であるが、白梅は大戦中に敗戦、小桜は終戦時にまだ在籍していたと言われる。ABCDEFGHIJKL 写真日本の軍艦第14巻182ページ。ABCDEFGHIJK 軍艦基本計画資料シート21。軍艦基本計画資料シート54。レフ C050343509000 第3814号 10.9、13、定数外消耗兵器供給の件、臨時海軍防備隊、第2画像。本船の船名を定めた、昭和10年11月26日付海軍、大臣官房官房、第2749号の9では、読みは記されていない。昭和10年11月26日付海軍、大臣官房官房、第2749号の9。同通知は、昭和10年11月26日付海軍広報、第2206号に収録されている。ありがとうございます。